俳優、大泉洋主演の映画、こんな夜更けにバナナかよ愛しき日は、公開中の興行収入が5億円を超えたことが7日、明らかになった。同作は、こんな夜更けにバナナかよスジジス、鹿野康明とボランティアたち、渡辺和文著、文春文庫館を実写化。幼少期から難病にかかり、車椅子で過ごした、実在の人物、鹿野康明さん、大泉洋と、周囲の人間たち、高畑充希、三浦春馬の笑いと涙の実話を描く。昨年末12月28日に初日を迎え、1月6日までの10日間累計で動員45万人、興行収入5億5、900万円と、好調なスタートを切った同作。2週目の土日は、前週比 110% の高収を記録し、初週、12月29日から30日に第7位だった、週末観客動員数ランキングも第4位までアップ、実写邦画ナンバー1となった。SNS では、新年早々に号泣、ぜひ見てほしい映画、人生観が変わる映画だった、みんな絶対見て。やばいから、鹿野さんの生き様に感動するばかり、胸に響く言葉がたくさん散りばめられた、素晴らしい作品と書き込むなど口コミが広がり、右肩上がりの興行が期待されている。12月31日には、安倍晋三首相が昭恵夫人と共に鑑賞し、本当に元気の出る映画でした。色々と考えさせられましたとコメント。自身の公式インスタグラムへ投稿したほか、テレビ、一般新聞等で報道された。さらに、ヤフー映画でもユーザーレビュー 4.04 点の高評価を記録している。